それでは熊谷千葉市長による市長講演を始めさせていただきます。前方のスクリーンに映す内容は講演資料として手元にもお配りしていますので、適宜ご覧いただきながらください。それでは熊谷市長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、その熊谷でございます。今日はですね、土曜日にもかかわらず多くの方々にお越しをいただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、本当にお忙しい中、大津の越市長、そして、夕張の鈴木市長にお越しをいただきました。本当にお越しをいただきましてありがとうございます。私たちはこの千葉市は今年政令指定都市に移行して20年という節目の時を迎えたわけでありますけれども、私が思いますのは政令指定都市に移行する前はですね、市民の皆様方に政令指定都市になるとこういうことが良くなります、だから政令指定都市への移行が必要なんです、そういうようなことをたくさん言って移行したかと思います。しかし市民の皆さん方では実際にですね、政令指定都市になって何が制度上良かったのかということはなかなかですね、実感をすることがないというふうに思います。市役所の職員だけが分かっているのではですね、これは意味がありませんし、私たちはこれからさらなる地方分権を求めてますが、住民の皆さん方にとってみれば、じゃあその一生懸命地方分権と言ってるけど何が私たちに関係するのっていうふうに思われると思います。ですからこの20周年という節目の時にですね、政令指定都市になって何が変わったのかということを、説明をさせていただきたいということと、ではそれぞれの自治体、市で言えばですね、一般市や特例市、中核市、政令指定都市の制度がありますけれども、それぞれごとにどういう特色があって、どういう制度上の、壁というかですね、そういうものを感じているのか、それについて考える場にできないだろうかということで、その時にですね、一般市の方で、夕張市、一生懸命ですね、今再建の道をですね、最前線に立って頑張っていらっしゃる鈴木市長と、そしてまた、大津の方でこちら中核市になります。中核市という大津市の中でですね、最近あれですよね、中核市に移行されておりますので、そういう中でどういうですね、今取り組みをなされてきているのか、それぞれごとにお二人ともですね、若さとエネルギーで、それぞれの市を引っ張っていってらっしゃいますので、それらの取り組みをですね、ご説明いただきディスカッションすることでなんとなくですね、それぞれの市ごとにどういう課題があって、これから先の地方分権というのはどういう視点で、住民として見ていけばいいのか、そういうようなことをですね、考えるきっかけにできるのではないかと思いました。そして、先ほど紹介があった通り、鈴木市長は全国で一番若い市長でありますし、また越さんは全国で一番若い女性の市長ということでですね、多くの人たちにもご関心を持っていただけるのではないかということで、お願いをしてみたところ、本当に忙しいところ快諾をしていただきました。今日は実りある、そういうシンポジウムになれればと思っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。それではまず私の方からですね、政令指定都市になって何が変わったのかということについてですね、ご説明をしたいというふうに思います。プレゼンテーションで説明をさせていただきたいと思います。市民生活はどう変わったか、次めくってください。まずですね、政令指定都市は何だということですけれども、これは都市圏における中心的な都市として、また全国の都市をリードする大都市として、政令で指定をされている人口50万人以上の市を言います。ですので政令で指定されているので政令指定都市というということですね。そして政令指定都市は、市民生活に関わりの深い事務のほとんどを、国県の委譲を受けて行うということでございます。なお千葉市はですね、平成4年の4月1日全国12番目の政令指定都市としてなりました。現在その後政令指定都市は20市まで増えまして、最近では熊本市が政令指定都市に移行しているという状況です。次めくってください。当時千葉市が政令指定都市を目指した理由ですけれども、千葉市が急激に発展、人口が増えていく中で100万都市が現実味を帯びてきたときに、そういう大都市として
多様化、高度化する市民ニーズに、的確に対応していきたい、いわゆる規模が大きくなればなるほどですね、市民のニーズに応えにくくなる、そういうリスクに対してどういうふうに向き合うかということがあったこと、そして2番目に、そういう大都市になってくる中で、都市基盤をですね、都市にふさわしい総合的な都市基盤を早急に整備をするための権限が必要となってきたということ。そして3番目に、首都機能の一翼を担う国際情報都市の実現を目指した、こういうような思いがあって、政令指定都市への移行の準備、検討が始まりました。じゃあ次、目を見てください。では、特例ですけれども、大都市行政の合理的、能率的な執行と市民福祉の向上を図るためということで、どういうことかということですけれども、市民生活に関わりの深い事務のほとんどを行うことができる、それから、知事の許可等が不要になる、行政監督上の特例があるということ、それから施設や組織等を設置することができる、そしてより自由になるお金が増えるということでございます。具体的にちょっと説明をしてまいりますけれども、次目を見てください。まず、その市民に関わりの深い事務のほとんどということで、千葉県から、千葉市に約1000項目の事務が移管をされました。教育や福祉や等さまざまな分野でございます。次目を見てください。まずですね、その中の一つを紹介しますと、県が行っていた事務の中で、福祉や母子保健、都市計画、それから国道、県道の管理など市民生活に関わりの深い事務をですね、県ではなく市が実施をすることになりました。これによって事務処理時間の短縮が可能になった、他地域の実情に応じた、行政サービスが可能になったということで、これはですね、直接市民にはこれはまだわからないところのお話かもしれませんけれども、例えばですね、道路を、何か、拡幅をしたり、作るといったときにですね、政令指定都市ではないときでありますと、例えば、それが県道であった場合はですね、県の方にここを作ってほしいという依頼をして、県が予算化をしてくれて、初めてですね、そこの県道の整備がスタートをするということで、市の事情だけではなくて、例えば県の予算繰りであったり、県の優先順位、そういった考え方の中でですね、優先順位が変わってきますので、なかなか思い通りにはならないというのがあります。私も、いろいろな、例えば千葉県の市長会というのに出ますけれども、そうしますとですね、県に対する要望、そして常に市から出るのは、やっぱりこの道路を頼むから早くやってほしいんだという、この要望はですね、かなり多くなっています。そういうような意味では、そういうインフラ関係において自分たちの判断と自分たちの財源で、行うことができるというのは一つのメリットであります。次、めくってください。それからですね、福祉関係のことで、まず、子育て関係を例にとりますと、今まで妊婦の方がお子さんをお産みになって、そして乳幼児をお育てになる中で、今までは県と市が別々にですね、そのセクションがありました。例えばですね、各種医療費の助成、通院医療費の助成等を行っておりますけれども、これや妊婦、乳児健診、妊産婦、新生児を訪問したり、未熟児を訪問したり、3歳児の健診、こういったものはですね、県の保健所が今まで、その当時やっておったわけですね。そして市の方で、母子健康手帳であるとか、4ヶ月児の相談であったり、そういう同じ、子ども関係でも少し、それぞれの実施主体によって行く場所が変わってしまうということもございました。それから、児童相談所というのは県の方で持ってましたので、ここは県の管理下になるということです。次、目を見てください。それが政令指定都市に移行して、そうした事務が、移管されたことでですね、今千葉市はそれぞれのところで保健福祉センターというものがあると思いますけれども、県の保健所とそれから市で行っていた先ほどのようなサービスを一貫して保健福祉センターでできるようになっているということです。ですから子育て関係のこととかについて全部、そういう市の施設で、ワンストップで受けることができるということと、それから、児童相談所についてもですね、同じ市の組織同士ということで、何か、例えば、子育てする中でですね、初期段階で家庭事情がかなり複雑で大変そうだというような情報があればですね、そうした情報と、実際に市の児童相談所がですね、ある程度情報共有して、積極的に取り組むことができるということもございます。次に、それから、市民の日常生活に密着した業務を、区役所で、行うことができるようになったということで、今までは市民センターに、そういう住民系のものを出したり、
それから一方で福祉の手続きは福祉事務所の方で行うということがあったかと思いますが、これを区役所と保健福祉センターで、ある程度簡単にできることが、できるということですね。それは次目に取ってください。そういうような一環の中でですね、区役所での市民相談業務というのはどのように変化をしてきたかということですけれども、平成4年政令指定都市に移行した直後あたりは1200件であったものが6380件というような形で変わってきております。それが次目、それからもう一つがですね、実はこれはですね、大都市、地政令市にならない大都市で特に顕著な問題ですけれども、選挙の関係で言えばですね、私たちは区ごとに選挙を行いますので、住民に身近な区の単位で、自分たちの市会議員さんを選ぶことができます。これが例えば近くの船橋市の場合で言えばですね、もう看板がですね60、70、80という、大きさがあるんです。これは何かというと、市全体、例えば、船橋市の場合60万人以上の人口ありますので、その中で全部一つの選挙区で選挙をやりますので、そうしますと候補者の数がものすごい人数に、議席数も多いですし、当然そこに立候補する方々も多いわけですから、自分たちにとってどの議員さんを選ぶかということがかなり多くの中から選ばなければいけないという、そういうような問題もございます。ですので、ある程度区に単位でですね、ある程度目を向けていただける、そしてまた自分たちもそういう要望を伝えることができる、そういうような選挙体制でもあるということは言えるかと思います。次目ください。それから財源の問題ですけれども、国や都道府県、特に都道府県から事務が移管されるにあたってですね、それのに相当する財源が市には政令指定都市には移行されます。例えば分かりやすいところでいくと、宝くじを発売した際にの収益金というのは都道府県と政令指定都市に、分配されますので、そうしたものですとか、もしくは国県道の移管に伴う、さまざまな、税交付税、交付金等がですね、千葉市に移管をされるということで、見ていただければお分かりの通り、例えば宝くじに関して言えば、昨年度の状況ですと31億9千万円、経由引取税交付金だと46億5千万円、地方揮発油徴用税等ですと10億円、そういった金額が税源の異常として行われているということでございます。とは言いながらですね、これ政令指定都市制度の課題としてはですね、なかなか実は、異常を受けた事務全てに見合う財源を政令指定都市は移管を受けているわけではございません。ですので政令指定都市の課題として、実際にやっている事務に見合う税源の異常というのを求めるというのは、全ての政令市に共通する国への要望、課題にはなっております。次に、そういう中で、いわゆる予算規模というのも政令指定都市になって膨らんできたところがあります。次に、そしてもう一つですね、都道府県からある種独立することで一番これ大きな変化はですね、政令指定都市は直接国に対して要望活動ができるということです。普通の市ですと県に取りまとめをしてもらって、県に代わりに言ってもらわなければならないことがたくさんあるわけですけれども、政令指定都市は直接国に対して言うことができるということで、例えば、旧都県市首脳会議というですね、首都圏の石原都知事をはじめとする首都圏の、知事4知事と5つの政令市の市長が集まって、首都圏の問題を議論して直接国に要望するような場が存在をするということ、他にも、政令指定都市の市長会議などを通して直接国に、要望や協議を行うことができる、こういったことがですね、さまざまな形で市の千葉市の実態の改善を求める際には役に立っているという側面がございます。次目、それからですね、これはですね、もう一つ大きなところはですね、政令指定都市に移行するということは、県がやってた事務をたくさんやるということは、市の職員が多くのことをやることになるわけです。そうしますと、さまざまな専門知識を持っている職員を雇うことになり、市役所の中にそういう専門スキルを持っている職員がある程度充足している、ある程度いるということになるわけです。このことによって、例えば東日本大震災で何が起きたかといいますと、東日本大震災が起きたとき、浦安市が大変だったのは、液状化が起きてもそれに対してどう対処するかという知識を持っている職員がほとんど浦安市にいなかったんですね。
あそこは整備をされてから、浦安市に引き継がれているところがあって、普段のメンテナンスぐらいを担当する職員しかいなかったんですね。ですからいざという時に設計図を書く部隊が足りないわけです。ですので最終的に彼らは実は東京都から大量に職員応援に来てもらってですね、それでなんとかあの液状化の対応をしたというような状況がございます。千葉市の場合はですね、震災直後から、美浜区にですね、土木職員、大量に抱えている土木職員を美浜区にある程度集中的に、集めてですね、その液状化対策専門に行うチームを組むことができたということで、普段からそういう一般市と比べると多い土木処理、事務を行っているがゆえの、機動力というものをある程度持つことができる。それから東日本大震災の際、東北に対してもですね、我々はそういう専門スキルを持っている職員を応援に送るある程度人的な余裕があったということですね。実際政令指定都市がですね、あの東北の被災地の市町村の支援では4割ぐらいの人員を送っているような状況がございます。それが結果的には千葉市の災害復旧が早く終わる要因になっています。千葉市はあの千葉県の中で最も早く、震災による液状化等の復旧事業が終了しています。それからですね、まあ、道路の、工事について拡幅工事等も進んでいきまして、これは自分たちの財源で自分たちの判断で多くの道路工事をできるようになりましたので、結果的に、道路幅員例えば 19.5 メートル以上のある程度余裕のある道路も 4.4 倍になるなど、かなり多くの道路整備を作ることができたということです。次目に、これが千葉市が管理している歩道がちゃんとついている道路の総延長ですけれども、これも446メートルから624.7キロメートルということで 1.4 倍になっているということです。次目に、下水道普及率も 68.2% から 97.2% と短期間に大きく、普及率が促進をしているということです。次目に、まあ、このようにですね、自分たちの判断と自分たちの財源と責任のもとである程度主体的に、行動ができる、そういう政令指定都市には多くのメリットがあり、市民の皆様方に都市基盤を含めてですね、さまざまな形で短期間に充実したものを整備することができました。しかしですね、この政令指定都市という制度はもう50年以上前にできた制度でありまして、大都市が実際に行っている実態にまだまだ合わないところがあります。また最近では大阪の方で二重行政の問題等が議論されてきています。例えば千葉市で昔から言われてますのは、幼稚園の認可設置認可権限は我々にはまだ降りてきてません。実際には私たちは子ども未来局というところで保育所と幼稚園両方ともですね、同じ子どもを扱う施設としていろいろな形でですね見てますけれども、最後そういう一部の幼稚園行政が降りてきてないことでですね、どうしても県との絡み関係が多くなってきてしまうというそういう問題がございます。あとは信号機の設置などの交通管理権限はこれは警察を持つ県警の方にありますので、例えば道路を作った時にその道路に信号機を作る際には我々の道路を作る予算配分とスケジュールと信号機を彼らが警察が設置する予算のスケジュール優先順位が必ずしも合わないケースがあります。我々はそうならないように十分協議をしてますけれども、場合によってはですね、道路はできたけれども信号機の設置が1年2年遅れてしまうといったですね、そういうような問題も同時に起きてしまうことがあります。ですから我々は例えば信号機といったほとんどそういう、なんていうんですか、警察の基本的な権限に属さない交通安全系の分野に関しては政令指定都市には移管をお願いできないかというようなことも、昔からこれは政令指定都市で要望しているような状況でございます。まあ、今後そういう改善を加えて自分たちのことは自分たちで決めれる制度をすることが我々の望みであります。次目見ていただいて、最後になりますけれども、我々はですね、やっぱりこの基礎自治体にある市、ここに対しての文献が必要だと思っています。今どうしてもですね、文献の話は知事会が中心でですね、都道府県の話になりますが、都道府県も直接住民と向き合う組織ではありません。住民と直接向き合うのはやはり市町村という最後の基礎自治体、そこが、住民の声を直接接するわけですから、極力この基礎自治体、市町村に文献をしていく必要があるというのが我々の考え方です。そして我々がそのなぜ市町村へ権限を移譲するべきだと言っているかというと、ここで終わりではないということです。市役所で文献が終わるのではなく、そこからさらに最終的には住民の皆さん方にその町を
税をどういうふうに配分をして、どういう優先順位をつけて町を、町づくりを進めていくのかということをですね、住民自身がある程度決めれるように、権限が降りてくる、住民が自治ができる、主体的に行動できる、そういうことが理想です。そのために我々は市町村に権限を下ろしていただいて、そして区役所を通して住民の皆さん方と一緒にそういう町づくりを取り組んでいく、そのために権限以上を我々は国や都道府県からもっといただいて、現場に応じて柔軟に対応していきたい、それが私たちの要望ですし、政令指定都市になってさらにそこのことが見えてきたということでございます。私の方からは、以上、政令指定都市、ちょっと脱迫ではございますけれども、政令指定都市前後と我々が今何を課題にしているかということを申し上げました。この後は、それぞれの市の方からですね、特徴的な取り組み等についてお伺いをしていきたいというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。